こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はオーストリアです。オーストリアのリンツという町をご紹介します。リンツチョコレートはスイスですからね、全然関係ないですよ。ですね、このリンツの場所なんですけれども、実はオーストリアからですね、ウィーンからですね、西へこうちょっと行ったところなんですね。大体ですね、電車で1時間半ぐらい、車だとまあ2時間ぐらいですかね、そのぐらいのところにある町なんですね。このリンツという町ですね、リンツチョコレートの方のリンツという頭が残ってるかもしれませんけれども、実はオーストリアの中では3番目に大きな町なんですね。2番目はザルツブルグ、地名があります。ザルツブルグは地名では圧倒的ですけれども、2番目の大きな町っていうのはグラーツ、あんま聞いたことないって思われるかもしれませんけど、そういうふうにですね、町の大きさとかですね、そういったところで見るとリンツは3番目の町なんですね。だから観光ではあんまり行かないと思います。もっと たくさん観光地があるよ、観光スポットがあるような町たくさんありますからね。ザルツブルグもその一つですし、ですので例えばこのウィーンからですね、個人旅行で行ってみたいってからかは行かれるかもしれませんけど、添乗員さんと一緒に行く団体旅行の場合はですね、バスでドイツの方に抜ける途上でリンツにちょっと寄って、あれ見てこれ見てっていうのはあるかもしれないですね。でリンツといえばですね、一番有名なのがこのハウプト広場なんですけども、ヨーロッパの、中小土地にありがちなですね、旧市街と呼ばれるようなところに石畳の広場があって、そこを囲むようにこう建物が建っている、まさにこれもそんな感じなんですね。これ今ライター夜のライトアップなのでちょっと見にくいですけども、お昼間だとこんな感じですね。非常に大きな広場にこう割とパステル調の建物がですね、こう囲むように建っている。これがですね、非常に綺麗に見えるのには一つ理由がありまして、それはですね、建物の高さ、階数ですね、それがこう揃っている、ちょっと教会は別扱いですけれども、揃っているというのがですね、非常にこう綺麗に見える、そういう理由の一つなんですね。で今回このリンツでご紹介するものはリンツの大聖堂、神と旧とあるんですけども、今回神の方ですね。そしてですね、有名人どなたでしょう。サムネイルにもちょっとぼかしましたけれども、有名人です、ブルックナーだろう、確かにですね、ブルックナーも、この辺りご出身の方ですね、非常に有名な方ですけども、ブルックナーではないんですね。もっともっと有名なんですね。ブルックナーとかはですね、モーツァルトも一時期ここにいたことがあるので、モーツァルトハウスとかもリンツにあるんですけれども、音楽という切り口でリンツは別なところでまた動画をご案内してみたいと思います。でこの有名人なんですけども、皆さん絶対ご存知です。この方です。そう、あなたじゃないですよね。大変失礼いたしました。アドルフ・ヒトラーさんですね。ちょっと待てよと。ヒトラードイツだろうっておっしゃる方も多いと思うんですけど、今どうですかね。ヒトラーをご存知の方で、2割から3割の方はご存知だと思うんですけども、オーストリア人なんですよ、本当は。でね、そういう話をすると、分かったと。で、要するにヒトラーが生まれた時は、あそこドイツだったんだよ、リンツはドイツだったんだよな、その後こう国境変わってオーストリアになったんだろうと、違うんです。最初からオーストリアとして、オーストリア人として生まれたんですね。でこのリンツというか、その実際は、リンツのこう近くにある町なんですけれども、もうオーストリアなんです。間違いなくオーストリアなんですよ。で、当時はですね、まだこう国境とかが多少いい加減なものもあったので、そのままドイツに入って偉くなって、あとは皆様がご存知の通り、映画や書籍、テレビからでもヒトラーさんのことはやってらっしゃるので、よくご存知だと思いますけど、そういう、ことなんですね。ですからこれで得してるのは誰か、オーストリアなんですよね。オーストリアとしてみれば、あいつオーストリア人、生まれてオーストリア人なんだけどドイツで有名になったからな、俺たちラッキーみたいな感じなんですよね。だからこうヒトラーというとドイツ、当時のドイツはけしからんというふうにこうなってるんですけども、実際はオーストリア人だったということなんですよね。そういうことでですね、意外と知られてないんですけども、ヒトラーは実はオーストリアの生まれだった。実際リンツのちょっと近くにある町なんですよね。ブルックナーもリンツの近くなんですけれども、非常にこう有名な方として、今回ご案内させていただきました。でですね、あとの残りの一つ、残りってことはないですけども、そのリンツ大聖堂ですね。リンツ大聖堂には2つあるんですね。1つが神、1つが旧ですね。お時間がある時は両方行かれてもいいと思うの、お時間がない時はもう神一択ですね。これどっかで似てませんか、なんかのこうオーストリアの大きな建物に。
シュテファン大聖堂、ちょっと似てますよね。まあそうなんですけど、まあ、あのなんですね、表面のデコラティブな感じは全然、表面の要するにそのあのエクステリアとかですね、ファザードはちょっと違いますけれども、まあ、この辺の戦闘の感じとかですね、非常にこう似てますよね。でこれシュテファン大聖堂よりも後にできたんですよ。1800年代の後半なんですけれども、でシュテファン大聖堂の高さが137メートル、この塔の高さですね。でこちらのリンツ新大聖堂の高さの方が135メートルなんですね。後からできたのに、どうして、普通は後からできた方が140メートルとかこう抜くじゃないですか、その高さで。だけども低かった。それはなぜか、当時はですね、まだまだハプスブルク家がですね、肩で風切ってるような時代ですから、で彼らは当然ウィーンにいますよね。であのハプスブルク家がですね、シュテファン大聖堂よりも高い塔を建ててはならんというお触れを出したんですよ。なもんですから137メートル抜くことができなくて、まあ、135メートルの、まあ、塔を持った大聖堂になったと、まあ、そういうことなんですね。ただですね、 中はやっぱり広いです。まあ、要するにシュテファン大聖堂と大きさ的にはほとんど変わらないので、まあ、中もですね、こう非常に大きな空間が、まあ、広がっていて、まあ、あのこれ見る限り多分基本はゴシック建築ですけれども、まあ、そういう非常に大きな空間が広がって、まさに大聖堂っていう感じなんですね。でこの大聖堂の呼び物じゃないですね、見どころの人はですね、まあ、この美しい大聖堂でもある自身でもあるんですけども、ステンドグラスなんですよ。これですね、まあ、ここの大聖堂に限らず、いわゆるトラディショナルなタイプのステンドグラスというのは、例えば聖書の一場面であったり、それから、まあ、あのマリア様、イエス様をはじめとした歴代 の、 その、聖人の方ですね、まあ、そういった方々であったり、まあ、たまにはですね、地方の有力者がですね、金出すんだから俺も書けよみたいな感じで力技でこう書いてあったりとかいうことも中にはあるんですけれども、まあ、こういう、まあ、非常にこう聖地でですね、宗教的なこうイメージ大切にしたステンドグラスもあればですけども、ここの大聖堂ですね、全然宗教色関係なくてですね、まるでこうアート、これまあモダンデザインのステンドグラスとかって言うんですけども、もう完全にアートですね、アーティスティックなデザインのステンドグラスが結構あるんですよ。で、まあ宗教的なことはですね、ちょっと置いといても、このステンドグラスの美しさ、これをですね、まあ、見にこの大聖堂にやっていらっしゃるお客様結構多いんですね。ですから、まあ、リンツでですね、この大聖堂に行かれるときは、です時間がないときは寄進っていうのはこういうことなんですね。このちょっと面白いって怒られるかもしれませんけど、まあ、割とモダンなデザインの大ステンドグラスですね、それをまあご覧いただいて、ちょっとこう、通常のステンドグラスではもちろんそれもありますから、まあ、見比べていただいたりですね、なんでこんなものしたんだろうみたいなですね、ちょっと試作にふけていただければ、まあ、ちょっとこう深みも出るかなと思います。まあ、今回ですね、まあ、リンツをご紹介したわけなんですけど、まあ、いろんなものがありますので、例えば先ほどのブルックナーの話もあります。ブルックナーの話をするときはですね、ちょっと東亜の郊外に修道院があるんですけども、この話もしないといけないので、また音楽という切り口でモーツァルトもちょっと関係してくるので、また別の動画をご案内してみたいと思います。で、リンツはですね、多分団体旅行で行かれるときってほとんどないと思うんですけれども、まあ、個人でしたらね、1時間半ぐらいで行かれますから、多分ウィーンからですね、ザルツブルグを通らないでドイツに抜ける場合に、このリンツの町で、まあ、ちょっとお昼ご飯を食べたり、もしくはそこでこう大聖堂とかですね、まずこの広場をちょっと散策されたりっていう形で行かれるとは思いますけれども、まあ、オーストリアが大好きな方とか2回目3回目っていう方でない限りは、まあ、それよりはまずオーストリア、ウィーンに行ってザルツブルグに行って、そのハルシュタット行って、ザルツカンマーグート行ってみたいな感じ、インスブルックもとかになると、どんどんこうちょっと行かれなくなってしまいますね。ですから、まあ、2回目3回目ぐらいのオーストリアがお好きな方であれば、ぜひこのリンツに行ってですね、特に音楽もお好きな方であれば、ブルックナーとかモーツァルトハウスもありますので、まあ、そういったところをですね、いろいろ細かく見ていただければ、またオーストリアの中でもですね、こう、まあヒトラーさんの話もありますが、あ、そうだ、ヒトラーさんの話ですね、一つ面白いのがあるんですよ。もしですよ、もしヒトラーさんが第二次世界大戦勝っていたらですね、このリンツの街が
ヒトラポリスという名前に変わっていたらしいんですよね。そういう計画があって、ヒトラポリスの新しい街のデザインもヒトラーさんのご自身の部屋にあったらしいんですよね。でそれをずっと飽きずに眺めてたということを、まあ、というのが伝わってきてますんで、まあその意味でもですね、戦争を勝てなくてよかったなと。こうリンツ、ヒトラポリスよりはやっぱりリンツの方がいいですよね。まあ、そんな面白い話をちょっと話もですね、現地でいろいろガイドさんに聞いてみれば、そういうですね、まあ、要するに裏話みたいなのもたくさん出てくると思います。まあ、今回はですね、あまり有名ではないんですけれども、まあ、お時間があればちょっと行ってみると面白いなっていうふうな感じの、まあ、リンツ、まあ、今回で全てではないですけども、その一部ですね、そのサーリンみたいな感じのことをご紹介いたしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。